今日はマミルさん以外はおそらく、何度も参加していただいているメンツなんで、GWB もしやりたいのがいたら、やりたいっていうのがあれば、先着2組受け付けるんでお願いしたいと思います。そう、 1P 側が、響きと狭間、 2P 側がライチとラムダ。はい、 2P 側決まり、 1P 側は先方。はい、じゃあ座って始めてください。さあ、先方戦は狭間ライチとなります。 1P 側さっきにマイスターのかなりいい勝負しましたけど、あ、言うの忘れてた。ステージデュエルフィールドでって言おうと思ったんですけど、すでにオートで決まっちゃってましたね。まあまあまあ問題ないです。さあ、無理やり大会に出てもらっているマミルさんの狭間、対するは最近復帰してきたアストライチとなります。2発目から補正が切れるが捨てた試合が届かない。さあ、強引にいくが、ボード橋がめんどくさい。ガキャン OD、 これは中断出していればというところですが、ライチが何も出していない。しかし無害からしっかり 6C 拾いできる。さあ、なんと野外キャンセル、スペースキャンセルか、投げ通してフルレッセンからいつものコンボ。クラウドお願いし、通して中段通してアクティブフローにお互いになって、なんとハツが逆方向を向いてしまった。さあ、ウロボ伸ばしていく、ゼロボロスだが投げは取って、さあ、まだ分からない、お互いバーストゲージは回復している状態、ゲージもいっぱいある。ガキオーディー先に仕掛けたのはハザマ、これはいいですね。シャガパン 8B にガキオーディーで、シャガパン確定です。いい攻めをしたのはハザマ、ちょっと下がってる、危ないぞ。下が頭がちょっと今、ごまかし投げをやろうとしましたが、ライチの暴れが通る。あの、まあ、結大会なんですけど、どうも大会の実況動画に入れてもいいのよみたいなコメントを結構いただいてるんで、じゃあ、まあ、あまりに普段言って困るようなことというかね、本当に公開して困るような変な発言は実況ではしてないつもりなんですけど、油断すると変なの出るかもしれないから気をつけないですね。1対1です。ファイナルラウンド、危ねえ、通りつく、ここは追い切りがいいが、あー、なんかちょっとよく分かんなかったけど、いいエージメかと思ったらそんなことはなく、いい発言からの投げ。さあ、ライチ困る、これは。さあ、しかし、この投げ、ここはバーストしていきます。さあ、これはジャンピー早めヒットだったんで、地上コブにはつながらない高さだったの分かったんですけども、補正切りに来た。まあ、ミルハザマがアトライチを下して、あ、早稲田式なんで交代です。マミルさんは勝利となりますが、両者ともに交代、中堅戦となります。局面の前方戦です。これゴイチャリ名物なんですよね、今の。この二人はかなりいい試合を毎回してくれることで、俺の中ではかなりRebel 1評判になってるんですけど、キャラクターはね、あると思うんですよね。それは結構やりづらいと思うんですけど、キャラクターは持ち前のガードの硬さが、かなりね、で、バッチャンしてゲージははっきりみたいな。
かける2で倒すんですね。そういうのが山田選手は噛み合っているんですが、まあ、この辺りは最初に攻めているんで、状態もちょっと入ってるんであんまり参考にはならないかもしれませんが、これは下格になったぞ。ゲージを一気に吐く。これ出してダメージを奪って投げを通してしっかり中からの一人ためロックに決める。6ビー一気に畳んでいった。一本先制したのは白麺。レベル2アクション。中段ガード投げが普通に通った。これは人を入れ込んで、あの先おーほー、ちょっと横ばった。さあ、画面端から何度も抜け出したが、ラムダの体力、既に6割減っている。三振、普通に入って、拾えた。呼ばりへ、ジックル重ね。あぶね。さあ、お互い OD です。さあ、投げに、いいえ、暴れ。さあ、2人ナイクが当たってアクティブロー中だ。美味しいぞ。カウンタープラスアクティブローでダメージが伸びる。投げが抜ける。さあ、ラムダが動きが抜けない状況だが、しっかりゲージ 100% 使って直してる。しかもしっかりバタイしている。すごいね。1-1でファイナルラウンド。やっぱりいい試合してくれるこの2人。 FC が読み読みでござると。前ジャンプジャミシーカウンターからすげー減った。すいません。ジャガさんカウンターしましたね。カズレーザーも何かのことしたか。ヨッシーが当たる。さあ、お互い OB フル活用です。中段。さあ、ここは白面がまだ我慢か。この後ですね。危ね。ドクミン、ラピキャン OB からゲージは追いつくか。追いつかない。あさあ、今、まあ、アギデル落としたら多分判断ミスなんですけども、結果的に OK ということで、アクメンが先制して、まずは 2P 側です。ここは優勝に望みをつなぎたいところではありますが、マチが勝てば6失点差でぐちゃぐちゃした結果になります。これ実況入れてるのはノーマル順番入れ替えて、こう優勝決定戦で、実は最初の方にあった優勝決定戦、結果的にリーグ戦の結果ねっていうのを後ろに回すようにすればいいね。これはデメリット。一番最後の試合がいい試合だったからね。7秒制痛いですよ。痛いです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 。投げが通る。通常段から4ビーヒルで結構減ります。だいぶ減った。3550。中段 OD がバーストになってしまう。4ビーダイクよく見えているが、ちょっと距離遠かったか。めっちゃ入らない。危ない。投げ通して
ないからほらあれそしてこれからこれからシャービーが入って成功天神しっかりゴッツをつけてさあ分からんわけですよどうですか豆返しだあー様子見からの投げどうだこれは安いが崩れているソリシャのアストライチで大勝戦です。 1P がアストライチ 2P がワタッコ白面だいぶぐちゃぐちゃしましたねが結局投げみたいな今日は投げがよく通るね。さあ最終戦に一応なりますがスカッと優勝できるのかそれとも得失点差でもうちょっとした優勝になるのかいきましょう。最初戦 1P がアストライチ 2P がワタッコ白面です。アクション、行くわよ、来なさいよ、来なさい、それじゃダメ、素晴らしい、しっかりガードして最大のお勝利だ。そしてさらにアッキーブローバグってもシャドーパンプルしてアキブロー落とす。投げは通らないがなんとか端から出してきた。端に置きっぱなし。さあ棒は返ってこないですよね。最後は椿一本先取したのは白面です。レベル2アクション。中段立ってしゃがんだ。ハッと動かない。今カウンターから拾っていきます。危ねえ、投げは抜ける。さあこの距離も一通とかやるんですけどね、結構怖いですよね。ライチがまた天馬とやらしまだまだ抜ける抜ける。危ねえ、3人から一通冗談だ。ちょっと様子見変わる。 4P はシャガンバーレが通る。さあこれは大きな投げ方ですね。ハック棒戻りからのコンボ、そして4P から出勤艦では飛び越える。先輩はさあやり過ごしましたが発電があるからゲージはある。さあ来週は慎重に立ち回るが連覇いかかる。さあゲージを吐きます。で柳は倒したが、さあバースト我慢した。そしてジャニーに通してしっかりコンボ完走。まだやる？いやよくバースト我慢しましたね今の。1-1でファイナルラウンド。投げは抜けて。スピーディー。これはいいえ、確定っぽいですね。さあ移動権を見るところにマイパンから。これはドミッチャグなんで余裕で入ります。インパクト。いいえをかわした。さあ津波会場2段構えだ。落とし圧で蹴飛ばす。さあ津波会場アップを切るが中段、これは届かないか。あうまい、ラスト投げが飛び越えて、さあライチ付き合わないが最後はつまめ返しだ。ラオチュー、
というわけで、そうですね、A チームがチームメイト両方活躍して、本日の週末大会優勝はハットライチマイスターラムダチームです。はい、拍手。スサノオユニット、あなたの体にヒント。